バンサン・カッセルは俳優、フランス出身。父は俳優のジャンピエール・カッセル、母親はジャーナリスト。また、兄のマティアスはラッパー、女優のセシル・カッセルは母違いの妹。母語であるフランス語はもちろん英語、ポルトガル語を流暢に話せる。アメリカのアクターズ・インスティチュート・オブ・ニューヨークでコメディを学び、1991年に映画デビュー。 マチュー・カソビッツの、憎しみで注目されるようになり、以後フランス映画だけでなく、アメリカ映画でも活躍している。英語圏では、ビンセント・カッセルと読まれることもあった。2008年、第21回東京国際映画祭において、ジャン・フランソワ・リシェ監督作、パブリック・エネミー・ナンバー1で、実在のギャングの半生を主演し、最優秀男優賞を受賞。1999年に、 イタリア人女優のモニカ・ベルッチと結婚し、2004年と2010年に娘が生まれている。2013年にモニカとの離婚を発表した。2018年にモデルのティナ・クナキーと再婚した。2019年4月1日、ティナとの間の第一子であるジョジが誕生した。2012年以降、家族とブラジル・バイヤ州に居住している。ありがとうございます。